はい、お待たせしました。ありがとうございます。明太高菜チャーハンです。はい、見た目いかがでしょうか。そうですね、まあ、僕は福岡県出身というのもありまして、明太子と高菜をチョイスしました。いただきます。はい、これどういう食べ方しましょうか。なんかこう右左右分かれてますが、どんな感じでいきますか。それはもうフリーダムで、まあ、僕はじゃあ両方混ぜる、がっつりいただきます。はい、うん、おいしいです。どうですか、明太子のこの辛すぎず、そして高菜のシャキシャキ感、これはもう間違いなく売れますよ。おいしいです。いける。はい、うん、暑い時期ですけども、結構外で食べたらおいしいんじゃないですかね。そうですね、まあ、暑い時期に熱いものを食うっていうのはやっぱり大切なことだと思います。はい、はい、たくさん食べていただけたらいいなと思います。はい、美味しいですよ。